ノースフェイス、リアです。さあ、今日もね、元気よく YouTube を撮っていきたいと思います。OK、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 OK! はい、ということでね、まあ、今日は何をするかというとですね、北海道といえば、ね、間違いなく白い恋人なんですよ。はい。そんな石屋製菓さんの白い恋人が、なんと新商品を出しまして、まあ、今スーパーやらコンビニやらでね、見かけてる人は多いかもしれないんですけども、ドリンクとアイス、この2つをね、新発売したんですよ。今日はね、その2つ買ったので、食べて飲んでいきたいと思います。まあ、こんな格好でね、まあ確かに白ですけども、まあ、白なんだけど、こんな格好で白い恋人を食べるのはちょっとさすがに申し訳ないということでね、着替えます。3、2、1、うわー、はい、これですよ。もうこれですよ。しっかりスポンサーにね、白い恋人もこう入ってますから、めっちゃ減れたんだけど、まあね、これでね、もうようやく食べて飲んでできると思うんで、早速持っていきたいと思います。はい、今回買った商品こちらでございます。デリーン、モロよ。アイス先に食べちゃいましょうか。こっちちゃうかもしれないから、先にじゃアイスから食べますわ。いやー、これ絶対うまいよ、間違いなく。白い恋人もともとめっちゃ好きなんだけど、ほう、なるほど、白い恋人のめっちゃでかくなったアイス版みたいな感じ。白い恋人のラングドシャをイメージしたんか。ホワイトチョコチップ入りホワイトチョコ味アイス、いただきます。あー、なるほどね。まあ酸味はよく効いてます。うん、うん、大嘘なんだけど、あ、うまい、うまい。やっぱ冬眠ならね、白い恋人絶対好きだと思うんだけど、これうまいよ。ちょっと一旦置いておきますね。溶けるかもしれないけど、ちょっと大好き。うん。で、これ。いや、わかった、これ。アイス食いながらの、これ飲むのよ。ね？これが、ホワイトチョコレートドリンク。絶対うまいでしょ、これ。いただきます。あー、あんま。めちゃめちゃ甘い。何に例えたらいいんだろう、難しいわ、例えるのが。なんつうんだろうな、まあクリーミー。やっぱ味は同じ、これとこれ。これね。これとこれ、味にめっちゃ似てる。うまいけどね。あ、違う、白い恋の隠れてた。危ない危ない。あー、どうなんだろう。販売者、森永乳業。森永乳業株式会社。え？製造、飽和食品株式会社。豊橋？豊橋なんだ。え、知らない、これ北海道作ってねえの？北海道限定じゃないの？え？やっちゃった。はい、ということで、北海道民なのでね、白い恋人の新しいお菓子なのかな、アイスと飲み物を飲んで食べて、してみたんですけれども、やっぱり白い恋人はさすがだね。うん、北海道を代表するお菓子、さすがでございます。だから俺的に、個人的にはね、やっぱお菓子の方が好きかもしれない。あれを超えることはできないんじゃないかな。どうなんだろう、分かんない。こっちの方が好きっていう人もいるかもしれないけど、俺はお菓子の方が好きだったね。うん、これマジ正直な感想よ。うまいけどね、めっちゃうまいけど、なんか年なのかな、なんか最近ほんと甘いものをね、食べなくなってしまったんだよね。なんか体が受け付けてないというか。はい、ということで、こちらの動画がいいと思ったわ。いいねボタン、あ、まじ、いいねボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ！白い変人！変になんねえか、これ。変。無理だ。